今大会の応援リーダー大迫勇也、日本代表そしてドイツブンデスリーガで世界を相手に戦う彼が高校生に送ったメッセージ。超えろ。この言葉が次世代の才能に火をつけた。規格外の肉体を持つ18歳以下日本代表、山梨学院加藤拓実。日本では半端ないって言われたいし、大迫選手を超えられるように得点王になれるように頑張りたいなと思います。キャプテンとして臨んだ最後の選手権。低いボール、9番の加藤へセットボール。先制点は山梨学院。大迫越え、幸先のいい先制ゴール。しかし米子北の猛攻を受け逆転を許す。最後の冬は初戦敗退。得点王の夢は叶わなかった。不甲斐ないかな、土地をつけた瞬間あったんじゃないかなっていうのは思うので、これを若手大学でもしっかり頑張ってプレーできるようにもう一回頑張っていきたいなと思います。清水エスパルスに入団内定、神村学園高橋大吾。高橋が絡みに行く、14番の高橋シュートを打った。1回戦チームを勝利に導くと、続く2回戦ゴールにいる9番高橋シュート。2試合連続の決勝ゴール、得点王候補に名乗りを上げた。3回戦相手は赤の栃木矢板中央。高島折り返して先制を許してしまう。チームの期待を一身に背負い、最後まで高橋はゴールを狙った。またファーサイド、高橋大吾の前シュート、シュート。鮮烈な光を放ったファンタジスタ高橋大吾の高校サッカーが終わった。自分はまだまだと思いましたし、もっと頑張らないといけないと思いました。でもこのチームでやれてすごく幸せだなと思いました。楽しかったです。セレッソ大阪に内定した超高校級のストライカー、19歳以下日本代表、長崎総大附属安藤瑞希。さあ安藤にボールが入る。安藤、選手権の1大会最多ゴールは大迫勇也の10得点。記録更新を狙っていた。11得点を狙って越せるように、追いつけるじゃなくて越せるように頑張ります。3回戦相手は前回王者の青森山田。8番田中が中に入れたボール、丸いトラップから安藤前を向いています。コースシュートが空いている、右足のシュート、連覇を狙った青森山田を安藤のゴールが粉砕した。だが累積2枚目のイエローカード、安藤は準々決勝に出場できなくなった。スタンドで迎えた準々決勝、仲間たちに声援を送る。しかしこのロングスロー、アジロンがヘディング、セリアがこぼれた、右足のシュート決まった。関川郁馬、自分のいないピッチで仲間たちが泣いている。試合終了の笛をスタンドで聞いた。安藤瑞希の高校サッカーが終わった。いいっすね、次やるから死んだ、頑張ってくれた、はい。ピッチに立ってくれてる選手たちは一生懸命戦ってくれましたし、まあ、自分はもう高校サッカーに悔いはないです。本当にすごい悔しくて、だからこそやっぱ試合に勝ちたいっていう思いがあるから次につながってどんどんレベルアップしていくのかなと思うので、この負けを糧にプラスに捉える次のサッカー人生に生かしていきたいと思います。